はい、次の選手スタート。ちょっと前半あんまり早くスキーを下に向けようとして振りすぎないようにしっかりと車格好しながら角度を作ってスキーにたわみを作っていくようにしたいですね。ホールの下でね、強いエッジングをしなくてもいいようにしっかり手前から遠回りをするというのです。手前からポールを通過した瞬間から次のターンの準備をしていくようにイメージしていてください。
いや、もう一歩行きますけど、ちょっと待ってください。
右足外足上から踏んじゃダメですよ。角度つけて徐々に、一気に踏むんじゃなくて徐々に角度をつけていくように。いいんじゃない、この滑り。やっぱりちょっと右が止まるな。